はい、別館です。今日はですね、許せない男、許せない女っていうね、うん、まあ、そういう感じでやりたいんですけど、はい、なんか顔見てるとね、はい、ほんと喧嘩なんかやりそうもない感じがするんだけどね喧嘩ってでも、いや喧嘩ってしないですね、小さい頃から、うん、あでもまあ兄とわーって喧嘩はしましたけど、でも家族以外の友達とか、うん、全然知らない人とかと、うん、喧嘩ってもうなんないですよね、うん、すごいね。まあ、家族はもう気やすさでね、やっぱりこの言い合いとかね、うん、でまあ兄弟だと取っ組み合いとかね、はいはいはい、うん、でもお兄さんだとやっぱり圧倒的に負けるでしょ圧倒的にもう、ね、体力的にね、うわプロレス技うわみたいな、あとプロレス技だったんだねそうですね、ぐっちゃぐちゃにされてましたけど、本間奈々さんもね、あの兄さんからね、お兄さんから脳天逆落としっていうね四の字固めとかねなんかプロレス技をねかけられたとか、ちょっとそれ危ない、うん、で危ないと思ったっつったらねいや結構子供ってのはさ意外とね、うん、残酷なとこあるからね、やっぱ家族ってでも、まあ、家族は言い合いとかね、うん、はい、そうだね。でもね、まあ、前にも言ったけどちょっと親父とね、はい、柔道始めてね、はい、親父とまあ親父もちょっと意外と体はそんな大きくなかったけど、うん、腕力あったの。でだからよく小さい頃から腕相撲やってね、いくらやっても勝てないと思って、でも高校入って柔道やってさ、ベンチプレス95キロぐらいやるようになってね、それ力ついちゃったよねで親父がまあたまにね、ちょっと腕相撲やるかっつって言ったから、うん、ちょっとやってやったら勝っちゃったんだよね。いやそれはもうそうでしょう、はい、それは向こうはどんどん衰えていく、こちらは十字六七のね育ち盛りでしょ、ね、うん、だからそうしたらやっぱりちょっと悲しかったね、あまた強くなったなとかね言ってくれたけど、なんか親父もなんかね、はい、ちょっと超えちゃったって感じがやっぱあるとね、そっか、うん、そこの悲しさはなんだかまあね嬉しくなかったね、やっぱり何だかちょっと悲しかった。でもお父さん力を抜いたとかそういうのは、いやそれはないと思う、あ、まあ、ないと思うんだけどね、分かんないけど、こちらが相当強いからね、うん、風貌似ていらっしゃるんですか。いや全然似てない、うちはこれおふくろ系だから、頭は親父体はおふくろ頑丈にできてるあそう、あの殺しても死なないって言われたって昔言ったから、うちのおふくろは、それだけ頑丈な人でよく働き者でね、朝から晩までよく働いてたけどね、本当よくやってくれた母だったけど、まあ厳しかったね、うん、まあ、体罰パンパンパンだからね、うわもうでも私は乱暴者っていうかもうすんごいあれだから、なんつうのね、やられてもしょうがないと思ってた、あの当たり前だと思ってたね、それが、はいはい、うん、子供ってそういうもんでね、うん、結構嘘ついたりね、特に私が嘘つくと本当思ったね、そういう卑怯なものやめろっていうの、卑怯とかずるいとかってのは、まあ、あんまり卑怯なものしなかったけど、嘘はさ、前に言ったよね、アイスキャンディ食べちゃいけないっていうのは、陰で隠れて食ったりとかねそれいろんなことやってたから、まあそれはね、うん、でもそのぐらい叱るぐらいがもういいですよ。そういう方がね、いいこと悪いことを見極めるちゃんと、で親の言うことはやっぱり聞いてたしね、まあ、というようなことがあるんだけど、まあ、最近ね、いろいろマナーでね、前にちょっと話したんだけど、はい、牛丼屋でね、はい、子供は規制を上げながら走り回ってたんで、捕まえてコロッと前にっていうのをやったことあるわけね、はい、で親もいたけど、こういうのは許せないと思うね、親がねずうずうしく牛丼食いながら、だって言うこと聞かないんですよとか言う、それで済むかってね、うん、お前もそもそ牛丼食ってんじゃないよと、子供まず止めろっていうね、はい、というようなことがありましたけど、なんかね、水野さん的な意味で許せない男、許せる男、いやいや許せなくて許せない女ってある、ある、なんとなく私まあ、移動中に感じることが結構あるんですけど、うんうん、まあ、例えばなんだろう、改札のところで、うん、こうピッとやって通るじゃないですか、うんうん、あれがピッとやって、まあ、何か、まあ、チャージが足りなかったのか何なんなのか、うんうん、こう止まってしまう方っているじゃないですか、うんうん、でそのままこう止まってる人とか、うん、もう後ろこう詰まっているのにでもなんか後ろのことを考えてない、周りのことを考えていない
人っていうのはちょっと、ね、ちょっとイラッとしますね。いや、でもっとずるいやつはさ、ずるいやつが平気でさ、ビンボンビンボンってなってるのにダーって言っちゃう、突破していっちゃうやつがね、それ女性だよそれ、そういうのいたよ、もうこいつすげえなーってね、急いでるのかなんか分かんないけどね、もう全然もうピンポン鳴ってるんだよね、多分あの財布みたいなの持ってね、こう分厚いところでポンと当てると、はい、私みたいに1枚こうカード出してじゃなくてね、ボーンってやっていくんだけど、全然ピンポンってやって全然反応しないで、ピンポンピンポンってね、で突破してね、これになってもそこ行っちゃう、はいはい、でもし俺が残ってて、これを次にいるとなんか私が悪いことをやったよ、ね、そうですよね、そうなります、ね、周りの視線がなんか、ね、そうそう私がやってるようになるけど、しばらくするとさ、機械の方が諦めて普通に戻るから、戻ります、ビッてやるけど、まあ、そういうのがいるね、はいはい、まあとにかくあのそれと本当に嫌だなと思うのは、あの電車の中であのしゃがみ込むやつね、あはい、山手線の中で、うんうん、そういうやついるんだよ、若いやつと、はい、だからそれたまに見ますね、ちょっとみんな迷惑でやめろって言って前に言ったことあるんだけどね、だから結構私うるさい親父かもわかんないね、あの子供がこうやって釣り革でさ、このブランブランやってね、それもやったのもね、それも声出してやってるわけね、うん、で親にね、もうここで遊び場じゃないんだからいい加減にしろとかね、あでも大人がやってる方いました、うん、電車の中でつり革で、あ多分ボクシングのボクシングをやってらっしゃる方だと思うんですけど、うん、シュッシュッとか言ってこうそれ危ねえいうのやったり、あのつり革でこう、うんうん、筋トレみたいなのをしてたりとか、うん、見せようとしてたんじゃないな、なんかこう周りに見せびらかしてるような、うん、そういう感じでした、私もこう昔こうねつり革少しこうやってねやったことあるで、いやでもそんなねこんなふうにやってね、あのやるより力を入れてね、うん、それはもちろんぶら下がらないよ、はい、ギューってやってこうちょっとねあの力つくこう やったことあるけど、それはでもそれはひどいね、立派なね、うん、その体力見せようとかね、あそれは良くないねすごい周り迷惑です、俺はボクサーだぞっていう、うん、という ね、 いうのと、やっぱりあの前にねこれは庄司さんが言ってたけど、うん、あのそういうやつはなかなか見ないけど、やっぱりあの高級寿司屋にガキ連れてくる親っていうのはね、うんはい、ちょっとやめてもらいたいなと思うね、あまあ美味しいもの食べさせるのはいいけどね、はい、あのでもねそれは出前とかなんかにしてね、うん、そういう寿司屋のカウンターにね、うん、子供連れそいつらが来てね、次ちょっと今日は白身なんだからねとかね、はい、あのね、中トロくださいとかね、張り倒したくなるでしょうもんねこういうそのね、それともう一つはやっぱり公共の場でファミリーレストランでも 走り回ったり騒ぐね、人がやっぱり、私 あんまりレストランで大きい声出してねやる人あんまり嫌なんでね、うん、ちょっとこうそういうマナーが実はものすごく今少なくともファミレスの場合はやっぱり公共の場だから、ね、子供に教えるいいチャンスなんだよね、はい、マナーとか ね社会性を、そこはないとこがやっぱあるなというね、うん、叱らない親っていうのがすごい増えてるなって感じます、うんまあね、うん子供はアート、うん、それで子供が泣くとさ、うん、もう斜めちゃうやついるんだよね、そこで一発パシッといけっていう感じがあるんだよダメよ無理そんなこと言ったってお母さん困るママ困るでしょとかさねえ、はい、ねえねんちゃん静かにしてよとか言ってね、うんうん、そんなの一発パシッってね、それかもう、ね、お尻引っ張ったけど泣いてもいいからね、うん、皆さんすいませんが今から仕置きをしますんで、うん、ちょっと泣きますけどすいません勘弁しかないってペンペンペンってやるよねみんな、さすがお母さんっていうね、みんなの前でこんなことやったら恥ずかしいでしょって、うん、お母さんがどんな恥ずかしいのってお前も恥ずかしいのよってねやってもらいたいねお尻ペンペンね、うん、まあでも水野さんは絶対でも体罰しない、そうもない感じだね、体罰か、うんまあ、そうもない感じもあるね、お母さんになってもね、うん、どうなるんでしょうね、私が意外としないかもわかんないんだよ、あそうですか意外 と、 意外といやあんまり言うこと聞かなきゃね、うん、あれだけどあの、うん、そうね、うん、というねのはあるけども、やっぱりちょっとマナーがね良くないとい う、 うんそうです、ね、だからどうしてもダメなあれというのはね、皆さんね一応あのあとあれだね、あのやっぱり服装が清潔にしてもらいたいっていうのがあるね、はいはい、うんまあ、ちょっと知り合いで昔ね、うん、あのずっと3日目4日も服買えない人っていう、うん、へ
これはやっぱりどうしたって匂うからね。ああ、うん、そうですね。それにタバコをふかしてね、うんうん、それでなんかねやるとやっぱり相当いろんなね、うん、あれがあるっていうね。清潔感っていうのはすごい大事なマナーですね。匂いの場合もね、うん、匂いとか、まあ、どうしても出ちゃう体臭とかそんなしょうがないかもね、うん、ありますけどね、うんまあ、服を変えるってことは自分でできますからね。そうそうそう、匂いってなかなか難しいけど、うん、まあというようなねことでね、みんないろいろ文句つける人は実はすごいいるんですけどね、うんうんうん、もう一つはねやっぱりこういう中で言うとやっぱりエゴイスティックな人が実はね増えたなって気しますね、うんうん、自分のことしか考えないって今だけ金だけ自分だけっていうのはね、うん、本当にこれ政治家も一般社会もね、はい、そうなってるような気しますけどね。はい、子供にそれを教えちゃいけないよと、うん、親もねやっぱり周りを見てないですよね、うん、おっさんだから堅苦しいこと言うようですけど道徳とか道義をちゃんとね親が教えなきゃいけないんだけど、そんなものいいさっていうのが今のね人たちが多いから、うん、だから頑固親父はみんな頑固に皆さん社会で頑固ぶりを発揮しましょうね。せせら笑われても寂しくなっても頑張りましょうとね、いうようなところでいいですかね、今日はね。はい、はい、ということで以上です。ありがとうございました。